でもこれ最近さ、うん。すごいさ、いろんな人と話さない ?7 年後何してるかって。話す,話す。いや、実際、うん、私の予想は、七、うん、7年後、絶対東京オリンピックのパーソナリティをやってると思う。うん、ああ,あ,あそうですか。なんで乗り気じゃないのそこ。<laughs> だってわかんないじゃん。えそこは現実的なんだね。そこは現実的だよ、全然。だって、七、うん、7年後だよ。すぐだよ、すぐ。 えだって小学生終わっちゃうんだよ。6年間だから、小学校。そう考えると長くないそうだけど、じゃ逆に僕のまだ5年だよ。でもあと2年したら7年やん。まあそうだけどさ。え <laughs> 何歳 ?7 年後。え、27。安さんは ?25。ほら、ちょうどいいじゃん。<laughs> ごめん、何のちょうどいい <laughs> え、なんかパーソナリティとかやるのにさ。ああ、まあ成人して。 あ,ある程度、るちょっと落ち着いた頃ってことね。そうそうそう,そう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 。そう <laughs> そうね。じゃないだって。だって、やっさんも7年前って言ったら、もう、11歳。もう黒じゃないから、11歳よね。でしょその頃とあんま変わってないでしょいや、変わってるでしょさすがに。変わってないでしょあんまり。<laughs> いやー、さすがに変わったでしょ。う考えることとか変わってないでしょいや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 。いや11歳 <laughs> ?11 歳だよ。あ、そっか。 そうだそうだ。え、タカさんは<だ>タカさんは13歳。13歳から何か変わってるでしょ何も変わってない。本当に言ってんのおかしいなぁ。そうね。<laughs> え、何に出たいのもしこの競、競技。えぇ、ー、なんだろう。かなこは絶対さ、今から猛特訓すれば絶対出れるよね。出れる。間違いない。なんか私、運動系の競技嫌だ。 私は無理だと思う。運動、うん、運動系も。ごめん、東京オリンピックだけど。<laughs> そうだけど、うん、あの、わか,かんないじゃん。7年後だからさ、もしかしたら。新しい競技が増えてるってことそう,そうそうそう。そういう、事務系なオリンピック会。事務系な何また、タャブートみたいなそう,そう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 。<laughs> そんなオリンピックないよ、ね、絶 <laughs> タイム競うやつみたいな。国立競技場でうん。なんか。タャブート、うん、うん、国立競技場じゃなくてもいいんだけど。<laughs> あ、そうな。なんか、なんかの、なんかに、<laughs> そういうなんか内職的なものあ、それがあったら私もちょっと参加してみて。ねひたすらホッチキス、こうやって止めるとか。<laughs> ホッチキス。ホッチキス、もう。<laughs> はい、もう行きましょう <laughs>